はい、こんにちは、ポチョニです。マリオデッセイ実況パート35やっていきたいと思います。ですね、前回はここの月の石を解放して終わったんですけど、とりあえずちょっと石を変えてこよう。何しようかな、今回。あれ、ちょっと待って、あ、そっか、ここか。いや、てかさ、めちゃくちゃさ賑やかになったよね。いや、てか任天堂クス、なんかここにおるっちゃうか、俺買ったっけ。めっちゃ可愛い。いや、ただ気がいいよ。よいしょ。じゃじゃーん。今回の格好は原始人の格好です。前回ね、購入したけんさ、着ようと思って、なんかね、でもイメージと全然違った。なんか髪の毛売ってあったっけ。でもね、いいね。なんかこのキャッピーの目がさ、このカロンの面とさ合致しててさ、いいね。さあ、冒険しに行こう。なんか新要素あるかな。とりあえずこいつら倒して、なんかあるか。とりあえずさ、俺あそこのさ3つ浮いてる石ちょっと気になるんだよね。あそこ行くか。いや、別に何もないかもしれんちゃうけどね。あ、ちょっと待って、なんか井戸みたいある。うわ、どこあんか。入ってく。おお、風となんだ。風と青いアスレチック、これを引いたら、おお、橋ができて、この風って耐えれるんかな。一回挑戦。うわー、あ、これは無理だ。ちょっと待って。でけん、こいつを引いて、この風が出てない間に行くって感じか。これさ、どっか穴の中入ムーンありそうじゃない？やば、危ね。はいよ。はい、進んでいく。これは、はい。タイミングを見極めて、この下の風って何か意味あるんか。別に隠しムーンはないよね。はい、倒していく。よし、倒して、これ引いて、はい、これを倒して、あっち側のやつも引かないかんとか。届くか、これ。はい、よいしょ、よし。ああ、危ねえ。はい、これどうなってんだ。おお、すげえ。おお、すげえ今の。はい、ゲッチュー。いや、これすごくないか、このギミック。風で流されていくんだぜ。うわ、すげえな、これ、かっけえ。さあ、進んでいこう。よし、今のが隠しムーンって感じか。ほらよ、こいつは無視していくか。あ、そういうことか。この風がこの黄色いやつを押しよんのか。今気づいたわ。はい、まずここで待って。あ、てか思った、ちょっと待ってな、これでいいんじゃない。あ、危ねえ、危ねえ、ちょっと待ってな。これで、はい、ここから行ったら楽勝だ。これさ、飛んでいけないかな、向こうまで。一回やってみる。ちょっといけるかな。あー、ちょっと待って。普通に失敗したわ。やり方間違ってんのかな。こうか、 OK、 了解した。さあ、ここまで来たけん、チャレンジしよう。まあ、死んでもいいね。ちょっと待って。いや、これいけそうだな。ちょっと待って。いけそう、いけそう。よし。これね、もうね、俺、失敗しすぎたから。
これでいけんかったら、はい、やめます。スリー行こう。はい。よっしゃ。いいね。俺さ、こういうさ、雲の上って好きなんだよな。全体が青いのもいいね。よし。さあ、今回初ムーンはちゃんと取れました。さあ、他も行ってみよう。とりあえず、ここの上に行こう。あ、無理やった。なら、はい。よいしょ。で、ここの上。ああ、ここ届かないんだ。っていうかね、なんかあそこに浮いてんだよ。あれ、どうやって取るんだろう。ちょっと向かってみるか。あそこだよな。あれ、上に登って取ればいいんか。ちょっと上行ってきます。お、土管発見。入ってく。2個目の土管だ。あそこに登ればいいんか。このハテナ帽子を叩くと地面が出て、はい。あれ、ちょっと待って、なんかさ、ボックス？いや違う、これの影か。上に何もないよな。はいはい。あ、この床面白いな。はい、ほら、暗い。で、こっち側、一応上見とこう。なんもないね。これは、はい。回転させて、あ、そっか、一個ずつ出さないかんのか。はい。コインも取っていく。時間制限あるんか、しかも。ちょっと待って、危ねえな。慎重に行こう。はい。はい。これも一応。あ、これ壊れるタイプか。あぶねえ。うわー、ちょ、待って。あー、しまった。やっちまったよ。しまった。よいしょ。よいしょ。はい、倒して。この上、あ、あっちから行けるんだ。OK。はい、最短で行こう。で、はい、これギリギリ届かんな。はい、あぶね。よいしょ。これでどんどん上に登っていって、はい、よいしょ、押し上げ中。で、うお、まだめっちゃあるじゃんか。とりあえずここに降りてと。はい。このさ、ハリネズミみたいなやつ俺あんま好きじゃないんだよな。いや、でもめっちゃコイン落としてくれるけど、そこありがたいんか。倒しづらいんよな。はい。はいよ。絶妙に届かん。やばいやばい、ちょい消えるって、あぶれ。よし、はい。これ遠近感分かりづらいよな。こんぐらいの距離だよ。よっしゃ、あぶれ。おいしょ、おいしょ、あぶれ。はい、ゲッチュー。今気づいたんやけどさ、これ月の石で解放した後に出てきた土管ってこういう感じってことかな。月の石で作られた土管って感じか。よしや、さあ上登ってこう。ほらほらよ、
よし、ちゃんとコイン集めよう。ん？なんだあれ。あそこ行けってことか。この雲を、はい。はい。よいしょ。意外と遠いんだな。はい。しかも、地面ちっちゃいから。よいしょ。大丈夫か？やべ。消える前に、次の足場を落とさんと。OK、ゲッチュー。いいね。なんかこういう雲の道っていいよな。よいしょ。戻るの大変だ。はい。はい。よいしょ。これさ、俺オデッセイをさ、何日か一週間ぐらいやってないとさ、操作わからんくなるよな。他のゲームと相まって。お、音符発見。入ってくる。エゲチュー。うわー、結構多いな。はい。よいしょ。あ、やべ、あ、え、結構早いな。はい、はい、はい、はい。OK。このドットの原始人いいね。はい、ゲチュー。よいしょ。で、ここら辺やったよな。ここら辺の下、この橋の下ら辺に、よし、ゲチュー。あー何しとるんやて。ちょ、戻ろう。いや、ちょっと正直すると思ったよな。はい、ゲチュー。ちょ、怖かったもんよっしゃ。さあ、他にどこに新しく出てるんだ。あぶね。ここの上とか怪しいよね。で、ここにクリボーいるんだな。あ、なんもないんだ。この恐竜でさ、壊したらさ、またなんかあるんじゃない。はい、行くぞ恐竜。こいつさ、マジでさ、あんまりさ、出番ないからさ使ってあげよう。はい、よし。こっち側も、はい、ぶっ壊していくと。おお、危ない。そっか、そこトランポリンやったか。めっちゃ飛べるじゃんか。これどっか上行けないかな。上、はい、当たり判定がわからん。よいしょ。ここのキノピー俺あったっけ。いや、なんか結局話してない気すんだよな。行ってくるか。一応全体を見渡しておく。あー、やべ、ちょっと待って、やべ、油断しすぎや。はい、ちょっとコイン集めしとこう。はいよ。危ない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 。一応まあここら辺もなんかないかなって。なんもないね。よいしょ。どこに増えたんだろうな。今回あんま分かりづらいな。キノピオがあそこか。あ、そういえばさ、こいつさ、この格好で話しかけたら、この辺りに原始人がいるって聞いて会いに来たんだけど。原始人ついに会えた。これ嬉しいからこれをあげる。あ、サンキュー。ゲチュー。原始人ってかっこいいね。え、嬉しい。これかっこいいか、まあ、かっこいいんか。これ
って前からあったっけ、てかこんなんあったっけ。いやこれいいや。いやこれは同じだよな。いやならいいや。いやこれってあったっけ、こいつこれあったっけ。まあ気になるな。ワンチャン恐竜で壊したらみたいな、ないかな。とりあえずキノピオのところに、ここの下らへんやったよね。よいしょ、はいよ。この国には珍しい化石がたくさんあって夢中で探してました。ついでにパワームーンも見つけたのでどうぞ持って行ってください。お、やった、ゲチュー。おはようキノキピオ隊長なんだそりゃ。ならこいつで上まで行きますか。はいよ。よし、行け行け。まあ、こいつらは蹴散らして。あれこれって上、あ、なんかあるね。あそこあるね。ちょっと待って。あるね。こう行って、はい。はい、ゲチュー。こんなとこにもあるんだな。恐竜ここおるか。いやっていうかさ、恐竜持っていこうと思ったけど、そっか上まで行けんのか。お、あれ違う違う違う。どっか新しいムーンないかな。いやないよな。結構もう取ってしまったんかな。よいしょ。意外と今回増えてないパターンなんか。一回とりあえずさ、ここの上に行って。あ、いや結構 まだ罰あったや。上行ってからさ、ここのトリケラトプスの上にキーの、はい、ちょっと待ってな。なんか角光ってね。あ、ここから全然見えんちょっと待って、よいしょ。え、やっぱ光っとるよね。よいしょ、慎重に降りて、はい、よいしょ。よっしゃー、ゲチュー。いや、こんなとこにもあるんか。他には、ちょっとこのここにとりあえず降りたい。はい、降りてちょっと周りを見渡すか。なんかありそうなとこあるか。いや、あんまり見当たらんのよな。こういう時はヒント通りに聞くか。え、こっちじゃなかったお、なんか光ってる。これなんかあれだろ。ほらよ、よっしゃー、ゲッチュー。よしよし、いいね、順調だね。やっぱ細かいとこまで見なきゃダメだな。よし、ヒント取り教えてください。探し物は何だろうな。それはそれは古い電柱の中から、どこにあるのかわからんな。探してみてよ、ピッピッピ。古い電柱の中から。古い電柱の中からってことはこういうとこか。
古い電柱、古い電柱ってでもこれしかなくない？あ、もしかしてさ、あれか、このさ、ここにおる恐竜を使ってぶっ壊せってことか。はいはい、行くぞ、お前の力でこれをぶっ壊すんだ。ほらよ、よっしゃー。え、出た、なんか出た。え、出てないよね。あれあれ、ちょっと待って、何も出てないね。でも古い電柱をこれでぶっ壊していけってこと。はい、他にあったっけ。あれも古い電柱に入るんかな。ちょっとね、意外と引っかかるんだよ。どうじゃ、ここじゃないと。それ、上登れんくね。登れるんか、もしかして。これ使ってこのトランポリン、ほらよ。いや、なんかこれ、はあ、大きすぎ、限界。あ、これタイム制限あるんだ。え、ちょっと待ってよ、古い電柱ぶっ壊したけどさ、ここのやつじゃなかったんだ。ここの電柱じゃなくて他の電柱をぶっ壊せってことか。とりあえず、はい、もう一回キャプチャーして行ってきます。よし、行くぞ。こいつは蹴散らして、あ、これどうやって上行くんやろ。でも行けんよな。え、てかさ、あそこになんかあるわ。先にこのコイン取るか。はいよ、あと3枚。どこだ、あと3枚。いや、俺どこの取ってないんやろうな。え、どこやろう。意外と水中の中とかありそうやけど。いや、俺電柱どこなんだろうな。古い電柱どこ。いや、てかこのウサギさ、俺捕まえたっけ。はいはい、うわうわ、なんか、お、来た、ほらよ、よっしゃ、ゲッチュー。えー、ちょっと待ってよ、古い電柱、あれ、なんかね、光ってる。あ、いや、ここか、これのこと言ったんか。よっしゃー、そういうことか、これが電柱があった場所やったんか。はい、ゲッチュー。おお、やった。さあさあ、結構取ってきたんじゃない。あともうちょいかな。やっぱあれか、光ってるとかもあるんだな。ちょっともう一回ヒント聞きに行こう。はい、探し物は何だろうな。それはそれは、大掃除、恐竜の巣。どこにあるのかわからんな、探してみてよ。恐竜の巣って言ったらここだよな。大掃除、ちょっと待って、なんか震えてる、光ってるよね、ここ。はい、よー、これだ。はい、ゲチュー。
こんなとこにもあるんか。でも俺今回ちょっとヒント頼りに行こう。はい、探し物は何だろうな。それはそれはダイナフォーでお買い物。あ、それはオッケーオッケー、大丈夫。崩れた化石の中から、崩れた化石、いやてかね、そうやん、あのね、どっかの国のヒントでさ、骨の化石のところにさ、ムーンがあるよみたいなヒントがあったよな。それかな。ここら辺化石やったよね。いや違うんか。お、ちょっと待って、コイン見っけ。よっしゃー、コンプリート、オッケー。よし、買ってくる。よし、コンプリートだ。ちょっと化石んとこ行くか。多分一番上らへんやったもんね。よし。いやでも懐かしいな、ほんと。俺これ最初の時マジ操作わからんすぎてさ、ほんとやばかった。クソ下手くそやったもん。今はね大体わかってきてさ、でもっとすごい技使いたいなとか思って練習中なんやけどさ、ちょっとね使えるようになったら披露するわ。はい、やっぱでも化石って言ったらここだよな。ここなんか、いやこっち側も壊してないな、そういえば。ちょっとこっち側も壊しとくか。なんかあるんじゃない。いや絶妙に届かん。ほいじょ、あっちが届かんったい。よっしゃ。いやでもこ、いやこん中でもこん前壊したもんね。一旦保留にすっか。じゃ別の国回った時もう一回ヒント見よう。他のヒントください。あるかな。結構俺取り尽くしてきたんじゃないか。探し物は何だろうな。それはそれは崩れた化石の中から、あもうない、それ以外ないんかな。あやっぱこれしか言わんもんね。いやでも当てずっぽい嫌やな。いやどうしよう。いやお金使うか。なんか区切り悪いもんな。これ取って終わりたいもんな。ちょっとお金使うわ。だからこういう時のお金だからさ、もったいないけど。はい、教えてください。残り1個ならん、どこだこれ、あそこ、あれなんかあったっけ。さあ向かってみるか。こっち側だろう。この上やもんな。こうやってこうやって、わあ絶妙に行ききらん。普通にこれでいくか。よいしょ。ん、ここら辺なんだよ多分。お、扉発見。うわこんなんもあったんか。うわ、めっちゃいい。
この雰囲気めちゃくちゃ好きだ。え、いいね。とりあえず上見とこう。あ、登れそうじゃない。恐竜ここで、あ、めちゃくちゃ出てきた。やだー。ちょっと恐竜。よっしゃー。めっちゃいいね。大活躍じゃんか。しかもコインめっちゃもらえるよ、ここ。めっちゃいいな。やった。とりあえず、この岩とかをどんどんぶっ壊していけって感じじゃない？こういうのね、好きだよ、俺。あれ？なんか下になんかあったな。まあ、後で見るか。よいしょ。この下はなんもない。はい、このトランポリンで、ほらよ。ほらー、めちゃくちゃジャンプしてる。お、気持ちいいね、これ。これ反対側飛んだらなんかあるんじゃない？あ、なんもないや。なんかね、ムーンの気配ないんだよな。ほらよ。はいよ、はい、ほらよ。ほらよ。あ、やべ、時間制限来てる。下もあるんだ。ちょっともう一回。やったー。ちゃんと恐竜使えるダンジョンだ。めっちゃ嬉しいわ。ちょっとね、遅いんだよな、こいつの動き。はい。ほらよ。ほいほい。ほい。食え食え。うわ、めっちゃコイン集まるじゃんか。嬉しい。あれ？ムーンは？ムーンどこや？こいつら全員通したらさ、あるんかなと思ったけど、一つひらめいたのがさ、意外とこのトランポリン乗ったら上行けるんじゃ、あっちの上行けるんじゃないか説なんやけど、ああ、そんなことないし、やばいね、やっちゃったね。うわー、せっかく綺麗にしたのに、もう全部元通りじゃん。いや、でもこれお金集めめっちゃ便利だな。いや、でもこれ全部壊したけど、ムーンはなかったんだよな。え、これめっちゃお金集めじゃんか。いや、俺はさ、めちゃくちゃ今喜んでるよ。ちょっと一旦、ちょっとこいつらだけ倒させてもらって、ごめん、てかね、 Y でさ走れるんだ。うわー、これなんか普通にずっと歩きよったな。はいはいはい。あ、軽やか。下行こっか。はい、おっぷれ。はい、こっち側。はい、くらえ。おお、こんなとこにあったんか。どこ行くん？いつもどっか行くんだよな。はい、これでジャンプして、はい、ゲッチュと、はい、ゲッチュ。あと1個どこだ。でもん、あと1個どこにあるんだろう。あれ、あ、意外とさ、ここのとことか、いや、ないか。ここの下にもさ、なんかなかったっけ。いや、ないな。え、どこだ。ちょっと一旦これで降りてみるか。いや、隠しムーンがどこにあるかの、あるのかわからんのよな。お、土管発見。ああ、なんもないね。違うやんか。あれ、どこだ。どこだこれ。はいはい、この岩全部ぶっ壊したら出てくるみたいな感じなんか、もしかして。そんな感じ？
壊してみるか。いやーでもなー、そんなんで出てくるか。よいしょ。え、これむずいな。おわ、来た。本当に全部壊したらよかったんだ。はい、恐竜でゲッチュだ。よっしゃ、ゲッチュ。ほらよっと。このダンジョンいいね。いや、めっちゃ雰囲気好きだったわ。うわー、恐竜の国って感じだな。はい、では今回の実況はここまでとさせていただきます。チャンネル登録、高評価、コメントよかったらしてください。 Twitter とインスタもつながってくれたら嬉しいです。じゃあねー。